皆さんどうも、さとみです。今回なんですけども、第五人格にですね、新しいお家が実装されました。なんかお家っていうと、急になんか、あ、そうなんだって終わるぐらいな感じだけど、第五人格の言い方すると、巨漢が実装されました。あんま変わらんな。で、気になるラインナップ、ラインナップ言うても一つしかないんだけど、じゃん、こちら、はい、ホール、霧の山荘。これね、まあ霧っていうぐらいだからリッパーがテーマになってるのかなとかも思うんだけど、なんとこれすごいのが、ほら、昼と夜、2種類のモードがあって、ホール内で切り替えることができます。これ新しい。これマジで全く新しい。今までになかったこれは。昼と夜切り替えられるよっていう機能は今回初めて実装されたということで、ちょっとこれ早速ね、みんなに紹介していこうかなと。マジか。それじゃあ早速交換していこうかなと。えい、買っちゃった。うわすごい、アイコンがめちゃめちゃリッチな感じするね。レアショップもアンロックされましただって。何これ、これ買ったら解放されるお店みたいな感じ。見に行かないとな。なんだこれ、なんか売ってるぞ。霧の家具パックだって。これも一緒に買っとこう。うわー、なるほどね。今の家に、さっき買った家に似合うようなアイテムもこうやって一緒に売ってるんだ。全部で3種類買えるのか。あー、なんか下駄箱とか、なんかそういう収納本棚とか、こういうアイテムがちょっと増えてんのか。しょうがねえ、買うか。どんな見た目かよくわかんねえけど買うわ、とりあえず。なんだこれ、おいおい、新しいアイテム追加されてんじゃねえかよ。何これ、ゲームテーブルって。ホール内で操作ができる。うわすごっ。いやもう買うしかないでしょこんなの。ハンモックだって、すごい揺れる。実際にこれキャラが座れたりすんのかな。ロッキングチェア、これも、あ、今回揺れるシリーズなんだこれ、おそらく。クラシックソファ、エコー足りないんだけど。嘘でしょ。全部買ったんですけど、ガチャ2回分ぐらい天井しました。信じられません。今でもこれは夢なんじゃないかと疑っております。よし、じゃあ早速今回新しく買ったやつと、これだ、霧の山荘、これに変更しますと。いや楽しみだな、どんな感じなんだろうね。まあ最初だから、まあ、ロード時間は結構あると思うんだけど、なんかね、2階建てなのかな、なんか外に出るバルコニー的な感じのやつもあるとかいう情報なんか実は仕入れてて、いやこれ超楽しみ。行くよ。はい、じゃん、来ました。あ、ここが玄関なんだ。みんなが来るときはここから来るんだ。これさ、ここにもさ、多分家具とか置けるんだよね。うわすごいじゃん。日記を読む、ここから試合が始められる。入り口からね、ちょっとスマートに始めたいっていう人のためにここに置けるようにしたんだろうね。うわ綺麗、すごい、なんか普通に別荘って感じだねこれね。うわ、何これ、オルゴール、オルゴールじゃねえわ。あー、はいはい、ここでね、ホールの編集ができますよと。こっちなんだろう、こっちもなんか階段がある。あれ、あ、こっちから来たんだ。こっちから来たんだ俺。ここね、なんか本置いてある。これも調べられるのかな。はい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 、いろいろ見れるところだね。外の景色は、まあ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 かな。この窓の景色はまあまあだね。で、いや肝心なのはここだから、ここのバルコニーね。うわすげえ、外に出れんじゃんこれ。うわ、なんかキャラクターストーリー思い出すな、この草の質感見てると。まあ外の景色は、まあまあまあだね。絶対に褒めない。絶対に褒めない人間。ちょ、2階行ってみようぜ。2階行きたい。2階、これ何があるんだろう。走りたいな、ホールでも。ホールじゃ走れないんだよな。あ、2階がこそなんかテラスって感じだね。こうやって吹き抜けみたいな感じになってるんだ。外の景色は、まあここが一番マシかな。絶対に褒めない。夜バージョンもあるんだよこれ。ちなみに切り替えをしてみようか。あ、いや、なるほどね、そういうロード発生するんだ。あ、ポチポチじゃないんだ。あ、すごい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 。あ、夜の方がなんかちょっとこう雰囲気出ていいね。しかもこの探偵のライトの光ちゃんと反射してるし、夜の景色はまあまあだね。なんか明るさ変わっただけだからね、やっぱそれ変わんないよね、やっぱそれだけじゃね。あー、でも月になったりしてるんだ。いや、なんかさ、その絵じゃん、思いっきり絵なのよ、景色が。こういうさ、木の質感とか立体じゃん、動いてるし。ここもさ、立体じゃん。で、立体からこういう完全に書き込まれた背景とかになってくると、なんかちょっとこう自分のいる世界が
タコの中なのかなみたいな感じのニュアンスみたいに思っちゃって、まあでも綺麗だよね、綺麗っちゃ綺麗なんだけど、まあ、どうせだったらこんなに開放的な空間だったらね、ちょっとどうせだったらなんかもうちょっとこう綺麗な感じになったんじゃないかなとかも思うんだけど、まあ金がかかるんだろうねおそらく。ほら見て、ほらこの辺からさ、こう見上げてみるとさ、ほらもうなんか自分が箱の中にいるんだみたいな、そういう錯覚にちょっとこう陥ることない？ほらこれ特にこういうところ、手前がさ立体的な柱あるのにさ、奥がこういう紙みたいな感じだったら、いやだったらなんかあのあれかな、水族館のついてるやつの方が俺は個人的に好きかな。まあいいや。でとりあえずさ、さっき買った新しいやつ置いてみようぜ。え、どこに、あ、まずランク上げないといけないな。うわ懐かしいこの感じ。え、待って、俺全然持ってないかも、みんなごめん。上げれるほど持ってないかも。一括追加これいけんのかな。もう上げ方も忘れちゃったよ俺。お、レベル上がった。はい、レベル2級になってくよ。レベル3まで一気にいけたな。どんぐらいまでいけるんだろうこれ一気に。あ、やべ、俺全然持ってねえじゃん。あ、いけたいけた。なんだよ、まだ持ってんだ。はい、これでレベル4になりましたと。こっから上がりにくくなりそうだな。マジで上がりにくくなりそう、本当に。この巨漢のさ、この音符なんて買わないじゃん、だって普通。いや、結構持ってんな。結構持ってんな。買ってない割にはなんか意外に持ってる草なんだけど。なんで俺こんな持ってんだろう。次7000か。さすがに7000はきつい。7000はマジできつい。多分俺的に多分ここで最後だと思うんだよね。いや、あと1ページぐらい。いや、結構持ってんな。結構持ってんな。どこで仕入れたんだよ俺これ。自分のデータだからわかんねえ、仕入れた先が。なんで？なんでこんな持ってんだ。なんか予備で買ってたのかな俺。今いる巨漢はもうさ、置けるもの全部置けるようになったけど、未来に出る巨漢のために俺買ってたんじゃね、もしかして。準備良すぎな。あ、終わった。これで終わりだ。あーでもすごい、見て、やんのかーい、まだあるんかーい。でもさすがに1万1000はいけなさそうだな、ここまではね。まあレベル6止まりでしょ。まあいいや、レベル6までなったらとりあえず困んないぐらいには置けると思うから、よし、これでオッケー、全部使い切った。てか下に書いてあって草なんだけど、じゃーん。見て見て、みんな、なんかさ、俺全然知らないアイテムなぜか知んないけど持っててさ、俺こんなの持ってたんだっていうすごい発見しちゃったんだけど。見てこれ、ほら、邪魔だなお前、邪魔だなお前、めちゃめちゃ、はあ、お前意外に幅あるな。もういい、消えな、消し飛ばした。ほら見てよこの戦車。いやマジかよ、お前も幅あるな、マジか、進めないじゃんこれ。ちょっと待って、これ見よ、これが今回実装されたゲームテーブルってやつだねこれ。インタラクション出てこう、押すとどうなんの、どうなんの、え、なに、いやどうなったんだよ、全然わかんねえよ。え、あ、座ってるんだ。あー、なるほどね。こうやってあの調べたら1、2、3、4、5、最大5人がここに座れるんじゃないこれ。まあなんか55とかやる時の待機場のなんかそういう人の家に置いてあったらみんなで座れるよっていう感じ。ゲームやるんじゃねえんだ。なんかみんなでゲームやるのかなっていうニュアンスなのかなと思ったけど、まあ座るだけなんだこれ。じゃあ次、これこのソファーね。まあおそらく今まで通り、まあただ座るだけみたいな感じの、座れるよっていうソファーだね。座れないソファーもあるからね、もちろんね。まあ座る機能が実装されてるよっていう、可愛らしい動きしてる、いいね。まあおそらく一人掛けだとは思う、でも今までの感じからして。じゃあこの戦車もさ、座るだけかな。いやそんなことないぞ、なんかやってる、なんかやってる。なんかやってる、なんかやってる。なんかやってるよ、手引いてる、手引いてる。すごい、見てほら、馬と調光師のツーショットだ。うわ、これ待望の馬調光師じゃんこれ。いや可愛いな、めちゃめちゃスクショ用だけど。でもインテリアとしては最悪。あ、降りたらこっちから始まったんだけど、ラッキー、こっち側行けたわ。こっち側行けたわ。これなんか王様の椅子みたいなやつ。おお、すごい、専用モーションだ。うわ、俺こんなアイテム持ってたんだな。いつゲットしたのか全然知らなかったけど、いいねこれね。部屋の幅がめっちゃ広がりそうこれ。で次はこれ、これがねハンモックっていうアイテムで、ね、今回一番目玉なんじゃないかなと思うんだけど、ほら見てよ、かわいい、寝てる、揺れながら寝てんのかわいいな。あ、なるほどね、あの移動ボタンを押したら寝るのやめちゃうんだ。このハンモック限界までブンブン触れんのかなと思ったけど。あーでもかわいい、今までにない感じのベッドだねこれね。こんなに近距離まで寄れちゃうんだよ、いいねこれ。ハンモックが一番の当たりかな個人的には。あのさ、閉じ込めんのやめてくんない、出れない、出れなくなっちゃったんだけど。こっからこれも乗ってないね、これもね。なんかね、こう動く系の椅子でしょこれ。あ、動かないんだ。なるほどね、あのゆらゆら揺れるタイプの椅子かなと思ったけど、シンプルにこう寝るだけっていう。あーでもいいね、これも専用モーションだよね、なんかやってる。
今回のテーマとしてあれなんだ、なんかその動きがあるというか座れる系の家具がめちゃめちゃたくさん出た感じだね。この感じ見ると、ちょっと待って、あの向こう行けない、向こう行けないって、俺どうやって向こう行ったんださっき。あ、こうやったんだ、こうやって行ったんだ迷宮作れんじゃんこれ。ここ調べてさ、ここ調べてこう調べないといけないよみたいな。え、どうやってそこまでたどり着いたみたいな迷宮できるよ。え、ちょっと作ってみようかな俺。これはこれは、あ、これが揺れるやつだ。はい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 。え、大悟巨漢で迷路できそうだな。プカプカ揺れてる、かわいい。動く系の新しいアイテムすげえ増えたな。いやでもここ意外になんか外とかちゃんとこう何置くもの来ればすごいいい巨漢になる気がする。まあちょっと今までのさ、今までの巨漢もう一回戻っていい？ちょ、今までの巨漢戻るわ。はい、ただいま。なんか落ち着くな、落ち着くな、ここ。え、ほら見てよこれ、よくない俺サメいるしさ、俺背景がちゃんと奥行きがあってさこっちの方がよくね最後まで見てくれてありがとう。動画投稿の他にも生放送とかやってます。通知をね、入れていただくと生放送の通知が来るようになるので、ぜひチャンネル登録と通知していってくれよなあとね、ツイッターとかもやってるんでね、ぜひツイッターの方でも仲良くしてください。じゃ、また次回の動画で。じゃあなー。